商行為、商行為、商行為とは、大陸方形の商法において、一定の取引行為を指す概念であり、商人と共に商法の適用範囲を隠するために用いられる。商行為の概念は18世紀から19世紀にかけてのフランス、すなわちフランス革命によって生まれた。それまでの商法は、商人という身分に属するものに適用される法、階級法であった。 この身分という考え方は、フランス革命で生まれた自由の精神、特に営業の自由と相入れない。しかし商法を廃止してしまうことはためらわれた。というのも、まだ経済的に混乱していた当時の状況を考えれば、破産制度を残さなければならなかった。そして当時はまだ商人にしか破産が認められていなかったため、商人の破産を扱う商事裁判所を残す必要があり、 その管轄を確定するためには、商法がなお必要だったのである。そこで商法という法を、革命の精神と定触しないように残すための概念として、商行為が案された。商行為は、行為の性質に着目するのであって、行為をした人の身分、性質を問題としない。これによって、革命の精神と商法を残す。それによって、商事裁判所を残し、破産制度を、 維持確立するという目的を両立させた。その後、この商工以概念は1861年に制定された普通ドイツ商法典にも用いられたが、その意図は異なる。この時ドイツはまだ統一された国家を形成できずにいた時期である。それでも、経済的には統一して、ドイツ域内に適用される法律を生み出すため、商工以概念が用いられた。ここでは、 本来民法の領域に属するような取引も交換させる必要があったため、一方的商行為という規定によって商行為概念が拡張し商法を適用する場面をできるだけ増やそうとした。日本商法店もその初めから商行為概念を取り入れている。まず1890年、明治23年に交付されたが、その一部しか施行されることがなかった旧商法は、 ドイツ人の国家学者、ヘルマンド・エスレルが主に、フランス商法典を参考として起草しており、前述のように、フランス商法典は、商工以外念を用いている。また、1899年に交付された商法典、いわゆる明治32年商法は、前述の、普通ドイツ商法典を参考に制定されており、こちらでも商工以外念が用いられている。このようにして、 日本商法典には商行為が基本概念として取り入れられたが、ロエスレルは商人法主義をも導入していたため、日本商法は接中主義を取ることになった。日本商法典はこのように商行為を基本概念に据えているが、一部商人法主義を取り入れ、さらに解釈によっても商人法主義へ傾斜している。具体的には、およびに列挙された商行為は、 例示的に示されたものではなく、そこに列挙されたものだけが、商行為である、限定列挙であるという解釈が通説となっている。日本商法典では、商行為は、それを行った場合、当事者の一方が行った場合は、双方が、商法の適用を受ける。およびを中心として、商行為に関する規定がある。この小行為を先に定義し、それを基軸として、 商法の適用範囲を規定する方法を商工意主義、あるいは行為の性質に着目していることから客観主義という。これに対して承認概念を先に定義する方法を承認主義、あるいは行為の主体に着目することから主観主義という。日本商法は商工意概念から承認概念を導き出す構成が基本となっているが承認概念から 商工意概念を導く規定も並存しているため、折中主義をとっていると言われる。日本商法では、商法の適用を受けるべき主体であるところの商人、会社、船舶を定義する際に、商工意概念が用いられている。すなわち、自らを権利義務の帰属主体として、商工意を営業として行う者が商人であり、商工意を行うことを目的として、 公会に用いられるのが先択である。ある行為が、小行為であるかどうかが争われる理由は様々あるが、頻繁に登場するのは、少女法定利率や商事事項の規定が適用されるか、否かを争う事例である。小行為となる行為によって、債務を負担したときは、その債務は、連帯債務になり、保証したときは、連帯保証となる。 商人が、その営業の範囲内において商人でない他人のために、商行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。民法上の法定利率が、年5%であるのに対して、商事法定利率は、年6%であるため、利息を請求する者にとっては、商行為である方が、つまり、商法の適用がある方が有利である。また、商行為によって発生した債権は、 民法上の原則である10年よりも短い5年で消滅事項にかかるため当事者の利害に重要な差をもたらす。商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申し込みを受けた時は遅いなく契約の申し込みに対する脱費の通知を発しなければならず通知を発することを怠った時はその商人は 同行の契約の申し込みを承諾したものとみなす。商人間の留置権、商行為はそれを行ったものについて、商法を適用するための概念であり、日本商法においては様々に分類されている。まずおびに、商行為であるとされる行為が列挙されている。また絶対的商行為と営業的商行為は、それを営業として行うものを商人として扱うのであるから、 承認概念の基礎となるものである。よって、両者を合わせて、基本的証行為という。これに対し、承認が行うからこそ証行為とされる、承認概念から証行為概念を導いているのが、付属的証行為である。よって、これを基本的証行為と対比させる意味で、補助的証行為ともいう。また、証行為が当事者の、 どの範囲にまで適用されるのかに従って双方的、商行為と一方的商行為に分類される。双方的商行為は、当事者の双方が自らにとって、商行為となるような行為をした時にの商行為として、商法の適用を受ける場合である。他方、一方的商行為は、当事者のどちらかにとって、商行為であれば、当事者の双方に商法が適用される場合を言う。 絶対適正行為は、たとえ商人ではない素人が偶然に一回限りで行ったとしても、商法の適用を受ける。501条に列挙されており、限定列挙である。以下に、これを列挙する。なお、番号は501条の号数に対応している。当期購買、実行売却とは、安く買って高く売ることである。その対象は、動産、不動産、および、 有価証券に限定されている。当期売却、実行購買は、まず売却する契約を結んで、その売却予定価格よりも低い値段で物品を仕入れてくることである。以上二つの行為が、小行為とされるためには、行為を行う際に、当期の意思がなければならない。取引所においてする取引とは、金融商品取引所や、商品取引所などの施設で行われる取引。 有価証券の売買やデリバティブ取引のことであるが、事故の計算による有価証券の売買取引であれば、少なくとも無懸面化されていない有価証券であれば、投機売買として絶対的証行為に該当するし、また営業として他人の計算で行う取引であれば、取り次ぎに関する行為として営業的証行為にも該当する。商業証券に関する行為とは、 商業証券上に署名することによって、権利を発生、移転させる行為を言う。営業適正行為は、それを営業として行った場合にのみ証行為として、扱われ、商法が適用される。に、列挙されており、限定列挙であると考えられている。つまり、これ以外に解釈によって、証行為を認めることはできないとされている。以下に、これを列挙し、 必要と思われるものについては解説する。なお、番号は502条の合数に対応している。無人業法には、無人が営業として行われる場合には、小行為となる、旨の規定が存在していた、同法92条。しかし、無人業を行うことができるのは営業免許を受けた、株式会社に限られているので、この規定は、実益がなかった、無人業法の適用を受ける。 無人業者は、現在は、日本住宅無人株式会社のみ。また、担保不謝罪信託法には、同法による、信託の引受けを証行為とする、旨の規定が存在してた、同法93条。しかし、担保不謝罪の信託事業を行うことができるのは、免許を受けた会社に限られているので、無人業の場合と同様に実益がなかった。無人業を、営業的証行為とする。 胸の規定は、会社法の制定に伴い、担保不謝罪信託法による、信託の引受けを絶対的証行為とする規定は、新しい信託法の制定に伴い、それぞれ削除された。これらのほか、旧信託法には信託の引受けを営業的証行為とする、胸の規定が存在していたが、同法6条、新信託法には同氏の規定は存在せず、 商法502条13号に営業適正行為として追加された。法人の性質に鑑み、会社による法律行為、特定目的会社による法律行為、及び投資法人による法律行為は、当該法律行為が、上記の501条、または502条に列挙されたものに該当するか、否かにか関わず、その事業としてする行為及びその事業のためにする。 行為は、小行為となるとされている、投資、信託及び、投資法人に関する法律63条の2、資産の流動化に関する法律14条。例えば、貸金業は、商法店に言う絶対的商行為にも、営業的商行為にも該当しない、502条に言う、両替その他の銀行取引には該当しないと、解されている。ため、貸金業を営むだけでは、 商人とも言えないので、手形割引、501条4号に、該当お行とするなどの事情がなければ、商法の商行為に関する規定の適用はない。しかし、会社が貸金業を営む場合は、商法店の商行為に該当するか否かを問題と、することなく、会社法の規定の結果、商法の商行為に関する規定が適用されることになる。このほか相互会社、 外国相互会社及び農林中央金庫については、商法店の商行為に関する規定の一部が、巡用される、保険業法21条2項、198条2項、農林中央金庫法7条。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。